がとうって言うんだけど、その声もオカリンには聞こえなくて。マユシーのこと抱きしめて、とっても悲しそうな顔をして、絶対泣かないんだけど一生懸命我慢してるのがわかるの。だからマユシーもごめんねって言うんだけど、声はやっぱり届かなくて目が覚めるの。ありがとう。